それでは続きやっていきたいと思います。まだ飴を口に含んではいますが口を含んでる状態ですが、うん、じゃあもうちょっとだけね、よろしくお願いします。うん、よし。おっと、何が起こってるこれ。バーストした。よし。誰がバーストした？こいつではない。さっきのやつ。と、どこだ？いない。あ、いいか。うん、レベルアップ、バレットがね。バレットがレベルアップした。よし。うん。ちょっと椅子の位置変わったかな、これ。これくらいかな？これくらいかな？よいしょ。よいしょ。なるべくマイクに近くでね。これどっちだったかな？よし。今日、音連れの方は大丈夫かな？うん。ここ二つ分かれてるんだけど、うん、大丈夫だね。またなんかされてる。私に任せて。攻めてこ。おっと、あー、なんかされてる。ここはオーバードライブで、なんか早く動こう。あ、ダメか。弱点なんだ？氷か。当てにくいんだよね。まあ、打ってみようか。こんだけでかいと。おお、やっぱでかいからか、当たったね。これ MP って回復自動でするタイミングってなんだろう。たまに空いてる気がするんだけど。うん。こっちないかな。最初に来た時だけか、なんかあったっけ。そもそもなかったかな。うん。あ、またいる。いくぞ。そう。さらばな。こう。あ、これは弱いね。うん。うん。バレットってば。バレットってば。よし。お、ハイポーション。ハイポーションでも今もう追いつかないくらい HP が。お！聞こえた。チョコボーン。リサイの野菜持ってきたらまたボス戦が始まるのかい？ん？なんだ？またかミュータントテイル。あー、硬いね。ちょっとまずい気がするね。一旦バレット。よし。そう、見せ場、あなたの見せ場見破るところ。多分初めてだよね。ん？初めてだよね。多分。人造生物バギドポリスの改造種。生命倫理を逸脱した実験により生み出された。分裂し増えることができる。踊り中にひるませることで分身する。本体は攻撃しても HP がほとんど減らないが、分身を倒すことで本体の HP を効率よく減らすことができる。踊り中にひるませる。どうやったらひるむ？どうやったらひるむかな。まずそれがね、わかんないんだけど。ちょっとやばいな。うん。HP が全体的にやばいな。ちょっと、
ょっとケアルがケアルもうないな。ハイポーションでも使っておこう。あ、踊ってる。これは踊ってる。ダメか、当たらない。あ、これが踊ってる。ひるむ、どうやったらひるむ。強襲ブレイバン。ひるんだ、ひるんだ。でネオミュータント分裂体。じゃあこれも調べなくちゃいけないのか。バレットさん出番です。間違えた。バレット出番だ。あ、おっとおっと、まずいか。これはちょっと殴ってゲージをため、よし。あ、踊ってる。また見破る。ネオミュータント人造に生物ミュータントテイルの分裂体。敵の技で習得できるアビリティを使うだって。習得したんだって。そんで知らない間になんかいろいろあやられてる。あ、クラウド、なんてこった。逃げます、逃げます。一旦逃げて。クラウドがやられてしまった。あ、なんかあいつ狙ってる。やばいな。こうなったらダメージ受けるの覚悟で。こいつミュータントテイルし、あー、ネオミュータントはどれだ、どれだ。ネオミュータント、エアロが、ネオミュータントどれだ。見分けつくかな。ネオミュータントを倒した。ほう、ミュータントテイル説教。あー、ミュータントテイル、エアロガ。あ、エアロガめっちゃ、あ、死んじゃうかも。これ魔法使えるようになってる。バレット、どうだ。あ、ダメか。本当に、ここでスレイパー、どうだ。ひるんだか。いや、倒したのか。そもそも、うーんと、スレイパー、あ、いるじゃん。これが、あ、待って待って、よし。ネオミュータント倒した、倒した。これ本当に早いのかな、このやり方。MP ないの辛いね。ここはエーテルだね。よいしょ、エーテル使った。ティファちゃん、エーテルをね、バレットにもね。ミュータントテイル、後ろから。踊り。よし、これで。ネオミュータント出た。出たぞ。どれだ、ネオミュータント、どれだ。あ、なんかされた。またか。よいしょ。はぁ、ひどい。これはひどい。絶滅、全滅もあり得る。MP がないのが辛いな、やっぱり。ちょっと待ってね。バレット間に合うかな。間に合ったかな。よし、ダメか、全然通らない。
ダメか。ダメか。このエアロガを、エアロガをチャージしてるところに。あ、あー、ダメだ。自爆。あ、これはまずいです。これはまずいです。なんかできないか、なんかできないか。なんかできないか。あー。全滅ですね。強くない？ちょっと。強いぞ。強いぞ。こんなに強いのか、こいつ。油断してたら。はあ、やられちゃったね。あ、じゃあ万全の体勢でいきましょうか。もうね、アイテムをどんどん使って。まあ買えるものはもうほんと気にせずほんと扱っていいんだよね。別にお金はその辺に湧いてくる、湧いてくるね。モンスターを狩ればお金は入るはず。うん、やるだ。でアイテム、これだけあればいいだろう。よし、リベンジだ。違った。話しかけなきゃね。間違えた、間違えた。うん、ダメか、ダメか。そうか、待つしかないのか、これは。うん、うん、これは調べたことにはなってないんだね。まあさっきの結果はなかったことになってるからね。だから、まずバレットを使う。で、殴る。殴る。よし。で、見破る。で、こうする。よし。さあ、どういう風にやっていこうかな。絶叫。うん。どうしようかな。ミュータントテイク C。 エアロガ、エアロガ。よし、じゃあ再び行こう。絶叫、また絶叫を受けるとどれくらい麻痺するんだろう。あ、これくらいか。なんだなんだ。なんだなんだその体勢は。うん、まあそうだね。と、マジックキャール。あ、また絶叫。よし、おっと、おっと、あ、なんか撃ってる。ネオミュータントを倒した。やばい、知らないうちに何か起こって、私何もしない方がやっぱり良いのでは。よし、バーストしたけど、これがすぐなくなるんだよね。うん。バーストは正直、気にしなくていいな、これな。この分だと。踊りをしてる。踊りをしてる奴がいる。こいつに、ブレインバーを浴びせる。よし、分裂した。あ、待って、自爆。おー、危な。危な。と、ネオミュータントは軽いのか。待って待って、ちょっと、よし、よし。ガード、ガード。よし、オッケー。
回復、ちょっとガードできなくなるけど、今は回復しておこう。よし、ドンってどうしようかな。ピカちゃんゲージが溜まってるから、まあ、魔法とか使っても意味ないし、オーバードライブしてライズビートをしようかな。ネオミュータンとかいる。よいしょ、倒した、倒した。そう、エナジーアッパー使ってないね。よし、倒してる倒してる。お、その程度か。あ、踊ってるやつがいるぞ。間に合うかな。よし、どうだ、ちょっと前引いたけど、クラウド間に合って、間に合って、踊り。ああ、ちょっとやってしまった。今のはやってしまった。ブレイカー間に合って、よし。いや、ちょっともったいないかもだけど、あれ、まだか。よし、ここでネオミュータンと強切り、よーし、オッケー。どうなった。エアロが狙われてるのは私か。お、あ、踊ってる。これティファちゃんでもいいよね、アビリティで。どういうのがいいんだろう。かかと落としとかのがひるむかな。お、生まれた。あ、絶叫。小闇ミュータントテイ。ネオミュータント。こっから行っても多分届かないと思うんだけどな。やっぱダメか。まあ、ネオミュータントしたら弱いかな。割と。よし、あ、踊ってる。と、よし、続けていこう。ネオミュータント、自爆はやめろー。のわー、ふぅ。あ、またネポート進行した。よしよし、ちょっとガード、クラウドがやばいのでガード。ね、ケアルナ。今どんな状況だろうか。オーバードライブ。お、もう少しじゃん。かっこいい。ちょっとゲージ残しておくべきな気もするけど、まあ。倒した。あとこいつだけか。よし、絶叫。絶叫。ダメだ、間に合わなかった。エナジーアッパーを掴んだ。よし、いいね、いいね。あ、自爆。自爆を見つけてしまった。あ、エアロが。あ、でも狙われてるのは、あ、おう、そっか。ここで仕掛ける。これはやるしかあるまい。間違えた。自爆しようと思ったのに。ちょっともう一回ゲージを。あ、踊り。まあいいや、自爆はまた今度にしよう。おっと、やばい。どうだ、倒した。よし、おー、やったね。結構マテリア成長したよね、今。うん、イカズチも少し的な。炎と回復も、あ、すごい。回復、バレットが持ってる。炎は、
あ、マックスじゃないのが。エアリスが装備してる。なんかマックスにしておきたいよね。うん。三日月、もう少し。バレットは魔法、MP アップ、ミアブル。バリア、回復。ティファちゃんは、三日月、デッキ。ガード強化、もうちょっと。うん。ちょっと ATB ブースト全然存在を忘れてるね。パチパチありがとう。そっか、もうケアルが使えないのか。あ、ネオミュータントをミュアフルしてないかもしれない。そういえば、してないかも。よーし、これで行くか。サムのところで確認しよう。おお、一つ終わった。まあいいか、どうせここ戻ってこれるもんね。あの駅があったってことは。戻りましょう一旦。うん、サムに報告しよう。まあいっぱい、ミュウミュウタンとまたどこかで会えたら。まあいいでしょう。うん、ね、別にいいと思うよ。よよ、うん、はい。お、来たな、チャンピオン。おかげさまで、みんな帰ってきたね。そうか、あの闘技場のチャンピオンってことでね。これはあちこちに物資を送れる。それはよかった。これ、よかったら使ってくれ。お、フリーパス。これさえ持ってれば。やった。いつでもタダで、チョコボ車に乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。うん、いいところしかねえ。どうしようもない俺が。ね、可愛いよね、チョコボ、ほんと。チョコボのおかげさ。うん。ケモナーです。こればっかりは。サムさん、生粋のケモナー。だからチョコボが好きなだけかな。うん。よし。終わったぞ。終わったけど、あ、ここ、探索してないぞ。ここは探索してないけど、ちょっと待ってね。てて探索してないからこそ、ちょっと待って、ん？これは、この人だね、この人に話しかけると、いろいろいけるのかな。うん、そういうことだね。さっきはどこに行ってたんだっけ。ん？さっきのどこだ？ウォールマーケット開発地区か？どこだ？開発地区かな？ん？あ、ここだ！陥没島の入り口だ。うん。だねー。うん。てて。ウェーウェー、クエクエ、クエクエ。お、また違った感じの曲？てて。ね、5番がイスラムと7番がイスラムをつなぐ抜け道と。はい、ここじゃないか。はい、ここじゃないか。どこを探索したんだ、私は。ダメだ、わかんない。6番街スラム。
どこだこれ、そもそも。うん？下に行くと？まあ下は行ってないみたいだし。で、こっちに行くと？ここ、あ、ここに行きたいんじゃない？もしかして。でもここはどこだ？って見た時が分かんないんだよね。なんか全部の場所にあるわけじゃないのかな、これ。もしかして。すべてつながってるわけじゃなくて、なんか、ある地点から決められたところまでしか行けないみたいな。そんな感じなのかな。まあこっち行ってみよう。どう？この下、ウォールマーケットに行くんだ。ウォールマーケットね。じゃあウォールマーケット行こうか。なんかもうよくわかんないし。とりあえず行こう。ここはウォールマーケット入り口。ここ。そうなの？なんか微妙にずれてる気がするんだよね。私の現在地はどこっていう、そもそも。コルネオのとこ行くの？ほ、行くだけ行ってみよう。行かないよ。なんだよ。コルネオとなんかあった？まだ行かないよ。言いたくない。言いたくない。クラウド。覚えてない。覚えてない。おいよクラウド。プレートの上に行く方法を知らないか。今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでも、コルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。右腕が銃の男。銃じゃないよ。なんだよ。銃じゃないぞ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが不思議穴かな。アバランチには今、シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ、やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。ダメ。それはダメ。大丈夫。戻るぞ。大丈夫。あなたの腕は銃じゃないかな。なんかし、なんかできた？厄介ごとに首を突っ込む趣味なのか？趣味なわけじゃないんだけどな。五番街へ向かうなら気をつけていきな。あんた、アバランチとも関わりがあったとはね。あれおかしいな、銃じゃないんだけどな。趣味なのか？五番街へ向かうなら気をつけていき。はい。中には入れない感じだね。じゃあいいや。よし。どうしようかな。マテリア屋さん。これお店は入って意味あるかな。この状況で何の。あなたは相変わらずですね。相変わらずそんな感じの蘇生を持ってないんだよね。そろそろ蘇生を手に入れても買ってもいいかもしれないね。まあ昼間のここはなんか新鮮な気がするけど気のせいかな。
何もない。下にも行けるんだね。下に行くと、やっぱ昼間はあれだね、昼間って感じだね。あの夜のなんかほんと全然雰囲気が違う。新郎兵どこ行った？なんか同じ町とは思えない感じ。あ、チャドイ君がいる。あれ、新郎兵どこ行った？まあ一緒かな。そう、レポート1個ね。そう、これを完成されたから、マテリアが、やったー、やった HP 吸収。おお、クミンしたマテリアで攻撃すると HP が回復する。炎霊気風地風得、敵の技回避切り受け流し。そうなんだ。受け流しとクミンして HP 吸収にしてみる。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。どう？クミか。でも耐性か。そうね、受け流して、ちょっと難しいな。まあいっか。ここはいけなかったんだっけ。どこはいけなかったんだっけ。でも多分これびっくりマークあるとこだけで良いのでは。これは、お、神羅のお手が待ち受け、闘技場に出場しよう。行こう。こういう感じでいいはず。入れる？あ、入れる。まあ筋トレをしてる。おっと、困ってる人だ。いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。そうなの？いや、まだだ。オニオンさん。オニオンさん。おお。何で困ってるんだろう。クラウドか。どうした？プレートの上に行く方法を知らないか。お、今の状況では無理だろうな。ほう。見事な出来栄えだ。出来栄えだ。ただものではないな。ティファちゃん。しなやかで均整の取れた美しい筋肉だ。すごいスタイルいいよね。本当引き締まってて。師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだし兄と勝負してみないか。思いっきり汗を流せば、お、胸のモヤモヤもすっきりするよ。スクワット対決ですか、ね、私は構わないが。来たな。っていうことか。あ、次は懸垂なのか。お、ティファちゃんが懸垂勝負。ランデブーと行こうか。変なランデブーだな。アシストアイコンに沿ってタイミングよくボタンを押して相手より多く懸垂しましょう。同数の時は負けになります。途中からアシストアイコンは消えていきます。その時はティファの動きをよく見てボタンを押しましょう。で、ボタンの順番はラウンドごとに変わります。順番を間違えないようにしましょう。うわぁ。懸垂に連続して成功するとスピードが上がっていきます。ボタンを押すタイミングが早すぎても遅すぎても失敗するので、焦らず懸垂をし続けましょう。疲労まであるの？あ、
そっか、あれか。難易度が高い相手との勝負ではティファの疲労が溜まっていくと、ボタン連打が発生することがあります。ゲージマックスまで連続で頑張りましょう。タイミングよくボタンを押すことで、疲労は溜まりづらくなります。ジャストのタイミングを狙いましょう。というわけですね。やっていきましょうか。いやー難しそうだな。こう、こう。このまま続けていこう。これは。その調子だよ。あ、覚えてないときつい。なんとこうこうこうね。覚えられませんね。こう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 。あ、ダメなのかな。ラウンド続く。じゃあ大丈夫だね。まだ逆転のチャンスがある。丸、バツ、三角、四角、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 丸、バツ。あ、次は、あ、2回にいいんだ。負けたのに決めポーズ。アニオンさん、プロですね。あ、でもなんかすごい疲れ切ってる。私夢中で。こわばりは解けたようだ。君との勝負で。やったぜ。私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ。すっきりです。これは今夜の記念。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。マジか。面白い人ですね。中級に挑戦できるようになった。なんとできるようになってしまったのか。パチパチありがとうございます。ということは中級やるしかないか。いつでも待ってるよ。誰だ。中級は懸垂勝負でしょ。懸垂どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ。いつでも待ってるよじゃなくて、うん、あ、この人かな。鍛えていくか。お、この人だ。中級、上級でチャンピオンベルト。中級だとマジカルマテリアか。やろう。よし。Are you ready? さあ、やるぞ。バツ、三角、四角、丸、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 バツ、三角、四角、バツ、三角、四角、丸、バツ、三角、四角、バツ、三角、四角、丸、バツ、三角、四角。おお。バツ、三角、四角。よし。次は、バツ、三角、丸、四角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 、間違えた。言ったのに四角って。あ、でもよかった。よし。いや、ギリギリじゃん。やばいな、次いけるかな。ちょっと間違えちゃったけどね。俺と勝負か。3、
あ、でもこの人は中級の人か、もしかして。そういうことか。人によって違うんだね。じゃあ上級の人はやっぱりあなたですね、ジーナさん。おーおーおお、さすが。手加減はなしだよ。この人強いんだよな。丸四角三角×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 まで三角×まで四角三角×はい、たてとたてとたてとたうそとと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 、おおおおお、やばいぞ、やっぱ強いぞ。あ、大仏さんがある、どうしよう。四角、丸、三角、バツ、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 こうだな。こうだな、こうだな。よいしょ、よし、今がチャンスか。こうか、こうか、こうか。やばい、順番がわかんないぞ。間違えたぞ。強い、強いぞ。あー、ティファちゃん、ちょっと次はもうちょっとうまくやろうか。いやでもだいぶ結構ギリギリなんだよね。もっとスピード上げるしかないかな、今の感じだと。さあ、楽しもう。よし、ちょっとこうね、こう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 、もうだいぶ早くいけるか。あ、まあ、わかんないわかんない。やっぱり覚えれない、これ。難しいな。あー、ダメだ。焦った。こう、こう、こう、こう。こう、こう。隣が早すぎる、ちょっと。こうこうこう、四角丸×三角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 、あれ三角四角、四角はここか。いやもう上下でいこうかな、どうしようかな。下上左右、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 下上左右の方がいい気がするな。うん、あ、三角四角どっちだっけってなったもん今。うん、次はもっとリラックスしてみてもらう。おー、僕と一緒に汗を流す、難しいな。行くぞー。と、右、下、上、左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 、下、上、左、右、下。あ、早い。もうダメか。ちょっとも迷えないのか、これ。右、下、上、左、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 右、下。あー、やばい。難しいぞ。あー、もうダメかな、これ。左、右、上、下、左、右、上、
下、左、右、上、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 下、左、右上下左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 右上下ダメかこの速さはさすがにダメか。うーん、左右上下左これきついな。勝てるかな。ちょっとあトレーナーとしての威厳は保てるね。あー、無駄にセリフ回収が進んでいく。挑戦ならいつでも歓迎だよ。はい、手加減はなしだよ。さあ、私はこれをクリアすることができるのか。下、上、左、右、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 もうなんか適当です。こうかな。ああ、もうなんかもうダメだ。頭の中がもうやばい。もう手で覚えるしかない。左右下上左右下上左右下上左右下あ、わかんない。こう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 、ああ、ダメだー、無理だー、このゲーム。連打しちゃったもん今。なんだこれ、難しすぎるぞ。はあ、ダメだー、どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだこのゲーム。次の挑戦も待ってる。はあ、ちくしょう、強いぞ。体動かしてく。わあ。さあ、楽しもう。ああ、わかんない。これはどうしたらいいんだ。こうか。こう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 でしょ。よし、どう？下、上、こうね。こう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 もっとこう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 。こう。こう。あ、間違えた最後。ダメかー。ダメかー。惜しいなー。あー。諦めよう。これはなかったことにしよう。はあ、疲れた。よし、次のクエストに行きましょう。ここだけの話、うーんと
闘技場ね、そう、闘技場に行く前の寄り道だったんだよ。お、知らない知らないやつがある。お店、お店かな。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力かなり安全、間違いなし。あと、あの変なぬいぐるみな。さらに戦う者たち、ファイトオン。お、 100% オフ、 250% オフ。ちょっと、え、ちょっと待って、パーセント 250% オフではないのかな。そうか、そういうことか。びっくりした。嫌われてるのかな、このネオさんみたいな感じ思ったんだけど、そういうことではないんだね。うん、はい。どう、行きましょう行きましょう。まあ懸垂はまたなんか機会があったらやろう。よいしょ。あ、ベンチがある。ここでアイテムを買えるんだけど、うん、まあまだいいかな。ちょっと一旦ね、座りまして、よいしょ。よいしょ、全回復、よし。うん、じゃあこう行って、何もないかな。ないな。ないな。よし、闘技場。闘技場で、なんか、鍵を手に入れましょう。あ、チャンピオン、いいところに来た。実は、キリアっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、そういう話だね。困ってたんだ。ほう。どうだ、代わりに出てくんねえか。まあ、いいでしょう。フリーバトルとかある。スペシャルマッチでいいんだっけ。わかった。うん。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。ああ、もう随分受け入れられましたね。はい。始まりました。いや、そう。こいつが神羅の追ってか。キリエは来ない。俺たちが相手だ。うん。まあ、予定変更だ。この前は、話させてもらうぜ。ハカーズのリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。スラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。はい。レディーファイ。はい。おてんば盗賊、ターゲットロケンティー。まずは、バレた。マジかよ。だいぶ吹き飛ばされたね。ヘルハウンド。危ない。危ないっていうか、普通に食らってる。よし、見破るぞ。猛獣使い、弱いな。ドン・コルネオの部下。ナイフを巧みに使い、モンスターを自在に操る。この能力を買われ、コルネオハイに抜擢される。HP が低下すると、ドーピング薬を飲んでひるみにくくなる。ドーピング中は全ての攻撃でバーストゲージを貯められなくなる。弱点は炎。ん？なんかリミット技で一回攻撃してるぞ。ヘルハウンド。条件を逸した実験により生み出された人造生物。二つの頭を持ち、興奮すると獅子や王が発火する。気性が荒く、食欲旺盛で骨までむさぼり食べる。氷属性攻撃を当てると赤い炎が消える。回復魔法や回復アイテムを当てると闇の炎が消える。
炎が消えれば攻撃が弱体化する。なるほど。じゃあ氷と回復魔法だね。と、よいしょ。氷と回復魔法、とりあえずじゃあケアでいいか。ケアロヘルハウノ。消えた消えた消えたね。うん、でピファちゃんはブリザード。どうだ、消えたか、消えたぞ。弱体化した、バースト。あ、ダメだ。お、ガード、よし。あー、ダメだ。ケアルが、お、どうだ、バレットもケアルしてこ、ケアルだ。え、まだ生きてんの魔竜使いさん。あ、炎が元戻ってる。戻るのか。どうしようかな。とりあえずブリザラでも打っておくか。お、ダメか。かわされるんだよね、ブリザラ系は。と、こうだっけ、こう、こう、こうだっけ、こう、こう。あー、やばいやばいやばい。まずい。これはまずい。よし。猛獣使いは倒したと。とりあえずキャラで打っておくか。キャラなら当たるだろう。はっ。マジか。よし、パレット。リミットだ。ね、ティファちゃんどうしようかな。私ティファちゃん使いたいな。なあ、ダメか。エルロワ、ちょっとブリザード。お、これは当たる。よし、ついでにケアルウと、ケアル打って、よし、ここでクラウド強切り。お、トーン、よし、カズヒマテリアが成長した。元に戻りますか。戻りましょう。よし、これで、これでお金を返してもらえるんだっけ。どうだったかな。はい、どうだった。安心しろ、もう神羅は追ってこない。追ってこない。人は懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろ。よし、これにて一件落着。まあ、ねえ。というわけで、そろそろ家に帰らないと。おっと、あ、おばあちゃん、なんで。たく、心配させるんじゃないよ。おばあちゃん、孫が世話になったね。孫って、あれ、言ってなかったかい。ミレイユさんって何だったっけ。この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほら、キリエ、鍵を何でも屋に渡しな。あ、ねえ、その鍵って一体。これね、宝物庫の鍵。うるさいね。自分の尻も拭えない。あんたには早い代物さ。宝物庫ってことは違うのか。その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。うん、やめにしな。しっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。
スラムエンジェルを名乗りたければね。スラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。はあ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろ。はあ。私も同じだよ。アバランチを名乗ったり、スラムエンジェルを名乗ったり。あ、スラムエンジェルのことだったっけ。精一杯。スラムエンジェルさんでしたっけ。ミレールさん。何にでもなれるだろ。これで宝物庫のメモを入手した。ほう。メモとな。あ、でもなんか続くのこれ。コルネオの隠し財産。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そうなんだ。そういや、陥没道路で派手な扉を見たって聞いたね。派手な扉。コルネオ印がついた扉なら、スラムエンジェルのアジトのそばにもあったね。コルネオ印。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって。ほう。どういうことだ。あれはシンラだったからコルネオ印じゃないよね。うん。で、今どれくらいクエスト進んだかな。あ、ジョニー。そう、ジョニージョニーのところ行こう。ジョニーはどこにいる。これはどこだ。チョコボストップ。名前を出してほしいんだけど、これ名前を、五番街スラム駅っていう感じでいいのかな。ちょっとわかんないけどっていう感じでいいのかな。うん、多分ここでいいんだね。じゃあまた移動しましょう。でてれてれてれてってきてー。これ数パターンあるのかな、それとも2パターンかな。てってれてれてれてってってで、あの鍵がかかってた扉は神羅って書いてあるやつは神羅ですよね。コルネオ印とは一体何なのか、それが気になるところではありますが、果たして、はい、ミントカル建設時に設置された古い駅、もともとは建設作業員を運んでいたが、現在は神羅の施設や市街地へ働きに行くスタッフの住人を運んでいる。列車の本数は多くなく、なんとかかんとか。はい。で、ここに、ジョニー。はい。まあ、待たせたな。ジョニーの財布を失った。失ってしまった。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。うん。行くの？ティファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。うん。うん。でもティファ、どうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気だ。はい。ジョニー、どこでもうまくやっていけるよ。うん。おお、力が湧いてきた。うん。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ、兄貴。そうそう。うん。元気で。元気でね。ジョニーのマブダチ、うわ、マブダチにされてしまった。友達ですらなかったのに。まあ仕方ないね。仕方ないね。本当に嫌そうな感じだったな、それだと。嫌ではないんだけどね。うん。まあそういう。あー。そっか、こっちも行かなくちゃだもんね。うん。じゃあ、スラム中心地区に行けばいいかな。うん。で、まあ一旦。いい感じの区切りなので休憩にしたいと思います。ね、少々お待ちを。